こんにちは、インディゴライフアイです。今回 BMW から5シリーズの後期モデルが出ました。ディーラーさんからパンフレットをもらったので、パンフレットを見ながら抜粋してゆっくり説明できたらなと思います。まず見た目ですね。ライトの部分が前期は丸っぽい感じだったんですけど、後期はシャープなデザインになりました。テールランプも黒縁になって引き締まった印象になっています。ハイライトです。ライブコックピット、タッチパネル、デジタル表示ともに 12.3 インチで 7.0 バージョンの最新バージョンとなっております。レーザーライト、従来の LED ヘッドライトの約2倍に相当する最長 650m までの距離を照射できるそうです。ヘッドアップディスプレイ、さまざまな情報をフロントウィンドウに投影します。インテリジェントパーソナルアシスト、 AI 会話システム、 OKBMW でいろいろお答えしていただけるシステムです。電動パノラマガラスサンルーフ、開口部が非常に広く新鮮な空気をたっぷりと室内に取り込むことができます。また閉じた場合でも開放感にあふれた室内環境を作り出します。簡単にチルトアップとスライドが可能になっています。ちなみにこちらはオプション装備です。他には高速道路渋滞時ハンズオフアシスト、高速道路を走行中一定の条件下であればアシストシステムを起動させることにより、ドライバーがステアリングから手を離しても車がステアリングを自動的に操作しながら運転を継続します。さらに先行車との車間距離を保ったまま車両停止や再加速も含んだアクセル、ブレーキ操作を自分で行いながら追従を走行を継続、渋滞時におけるドライバーへの負担を大幅に軽減させます。リバースアシスト後退時ステアリングアシスト機能、35km 以下の走行時に直近 50m のドライビングルートを自動的に記録し、必要な時にこれまでドライブしてきたルートに沿ってステアリングを自動的に操作しながら交代できるようにします。ドライバーはステアリング操作を気にすることなく車両の周囲の状況に集中できます。この機能は狭い道でちょこっと出たけどやっぱり戻りたいなっていう時に使います。ちなみにブレーキは自分で踏まないといけないので気をつけてください。ボディカラーです。ボディカラーはソリッドとメタリックの大きく2つに分かれて、全部で18種類のカラーがあります。シートとインテリアです。ホイールです。モデルにより設定が異なりますが7種類です。こちらは BMW のカタログの専用アプリです。 QR コードを読み取るかワードを入力して検索してみてください。詳細がわかります。ご参考までに。5シリーズの車両価格です。値段が750万円から1140万円くらいの価格帯です。こんにちは。今日は BMW 宇品店さんの吉野さんに来ていただいてあります。今日はこの5シリーズのスペックとか特徴とか、はい、そういったもろもろを対談しながらご説明していただこうかなって思います。ちなみにこの、まあ、聞いてみたいんですけど、はい、この5シリーズの特徴ですね、はい、それを少しお聞かせいただけますか。はい、5シリーズと言いますともう高級セダンっていうイメージだと思うんですけど、今回の5シリーズは非常にスポーティーな、特徴を持ってまして、まあ、デザイン的なところがほとんど占めますが、はい、スポーティーセダンという形で完全に個人的な主観ですけど、今までそうですね、トヨタのクラウンとかとかなり競合してきたモデル、まあ、もちろんメルセデスの E クラスだったりとかっていうところは、はい、同じようなニーズなので競合はしますが、そういったところだったんですけど、かなり、スポーティーに振ってますの で、今回のコンセプトも、アスリート
セダンっていうようなコンセプトの名前があったりとかしますので、はい、かなりスポーティーだかなと思ってます。こちらの車に乗られる方ってちなみにどういった方なんですか？クラウンとかってなると、そうですね、年齢層的には、少しご年配の方が多いかなっていうイメージでしたし、5シリーズも以前のモデルは、50代の経営者だったりとか、はい、ドクターだったりとか、そういったイメージが多かったんですけど、今のこのモデルになってから少し、そうですね、年齢層も幅が広がったといいますか、30代後半から40代の方も増えてきてるっていう感覚はすごくあります。だから高級ラインからちょっとスポーティーに振ったから若い年齢層の方に受け出したっていう感じなのかな。はい、はい、そんなイメージありますね。はい、個人で運転されるにしてもサイズ感的にはその大きすぎず、小回りも効いてっていうところに大きい中ではなってくると思うので、はい、7シリーズクラスの、装備だったりステータスを持った個人使用車だと、よく営業ポイントにさせてもらってます。はい、今この5シリーズでご紹介させてもらうとすれば、実はすでにですね、そうでしたね、はい、今日が10月もう入ってしまってるんですけど、9月の28日に、業界で LCI といいまして、後期モデル、BMW は大体前後するモデルももちろんあるんですけど、7年、1セットのシリーズになってまして、前半の 3.5 年、後半の 3.5 年を車業界でよく前期後期というふうに分けるんですけど、こちらの車が2017年の1月からスタートしてまして、9月の28日、先日ですね、後期モデルをプレスリリースしたばかりになります。はい、なので、まあ、今回代車にさせてもらったっていう経緯も、実は新しい試乗車が来るので、こちらの車が代車になったっていうところで、今回の撮影のきっかけになってます。あ、なるほどですね。はい、ちなみに、はい、この車両価格って一体どのぐらいするんですか？はい、エンジンのスペックにもよりますが、一番出てるモデルが、523i、523ディーゼルと言われる、グレードが多いです。で、オプション等々で前後はしますが、やっぱり800万前後、523でいけば700万後半から、523ディーゼルでいけば800万前半からというところなので、パッと答えろと言われたら大体800万ぐらいですっていう、答えになってます。はい、ちなみに、はい、この5シリーズの、はい、ハード面ではどうですか？ハード面これもあの前期というか、そうですね、モデルがちょっと古いので、はい、後期になったらこれまたあの最新のモデルの、はい、パネルとか全然また変わってくるんですかね？はい、そうです。 BMW の中では、業界じゃなくて BMW の中ですね、今このパネル周りを一番新しいもの ID7 っていう名前があるんですけど、ライブコックピットと言いまして、1シリーズのご紹介を見ていただいた方にはもしかしたら分かるかもしれませんが、見た目も、機能も一番最先端のモデルですので、今は新しくなっているモデルはその ID7 と言われるライブコックピットを超えているものはないですので、おそらく一旦、そちらのライブコックピットで統一されるという形になるかなと思います。はい、5シリーズね、後期が出るの楽しみですね。はい、本当楽しみです。もう後期モデルは、カタログも届いてますし、顔も発表されてるんですが、なるほど、はい、結構顔つきは変わってますので、はい、見るのが楽しみですね。はい、前期モデルに乗られてる方、これまあ5シリーズの紹介とはちょっと離れますが、前期モデルに乗られてる方って、後期モデルが出た時っていうのはあまりご興味を持たれないケースが多いんですね。あ、はい、フルモデルチェンジをしてしたぐらいがまあちょうど、4年目5年目になりますので、私たちも声掛けしていくんですけど、前期モデルに乗られている方でも今回かなり顔が変わってますので、お声掛けいただいてたりとか、まあ情報提供、持ってきてとか、もう持って行かせてもらったりとか、はい、してるので、かなり販売の方も順調にいけば嬉しいなと思ってます。はい、
ごちそうさまでした。
にちは。こんにちは。そう。ごめんなさい。BMW5 シリーズ523。はい。はい。523。はい。5シリーズの523。はい。はい。王道のモデルになります。なるほど。ごめんなさい。まとめきらんかった。すいません。BMW の軸となるモデルです。特徴じゃないですね。特徴、ごめんなさい。ですねっていうのはやっと喋れそうです。うん、今録画しといた。特徴ですよね。はい。特徴なんですか結局。どんな方がじゃあのだなって聞いたらいいじゃん。そうですよね。もうちょっと頑張るんでもう一回最初からして。何とでも答える。どんなじゃあ外観いこっか。いやもう申し訳ないです。なんかどうした今日は。ちょ一回落ち着きますか。わかった。エンジンのスペック、複数のスペックから選べる。違うな。違うか。